BMW700 はドイツの自動車メーカー BMW が1959年8月から1965年9月まで生産したリアエンジンの小型大衆車である。1950年代以末、深刻な経営危機にあった BMW 社の業績挽回に寄与した車として知られる。このモデルのベースとなったのはバブルカー b m w イセットの発展型である。 得意な四輪車、BMW600 であった。600は、全2席を、イセッタ以来の全面開閉ドア、後部座席には別の側面ドアでアクセスするという変形レイアウトを取っていたが、700は、フロアパネルやサスペンションなど一部のコンポーネンツを、流用しつつも、イセッタや600とは一転、通常の自動車の形をしたスチール製、モノコックボディに転換した。 直線基調のモチーフに細いピラー、薄いルーフを組み合わせて構成された、シンプルかつクリーンな、美しさを持つ、このボディスタイリングは、ジョバンニ・ミケロッティの作品で、同時期のトライアンフ・ヘラルドと並んで、彼の小型大衆車デザインの傑作とされる。二ドアセダンに加え、大型の BMW501、502と、同じくバウア製の二ドアのクーペと、カブリオレも用意された。 リアオーバーハングに搭載されるエンジンは、同社の R67 型モーターサイクルのものをベースとした空冷水平対向2気筒で 697cc で32馬力を発し、排気量の割には強力であった。車体も軽量であったため、当時のこのクラスとしては高水準な最高速度時速 125km をマークした。 さらに四十馬力の高性能版も選択できた。七百シリーズは一定以上の売れ行きを示し、BMW が当時開発中であった本格的な上級小型車である千五百0の家クラスセが発売された1 9 6一年までの同社の経営を支える役割を果たした。1 9 6二年三月にはホイールベースが各モデルで十六から三十二センチメートル延長され、 BMW LS と改名された。1965年までの総生産台数は188,211台で、これは歴代 BMW 車では新記録であった。この最終時点では700より上級の BMW1500、1600、1800、2000が主力車種に育っており、一方で西ドイツでは バブルカー前世の1950年代に比べ、大衆車市場の加減は 1000cc クラスに、ほぼ移行していた。このため BMW は700の後継車を出さず、以後は上級小型車以上に専念することとなった。700RS レーシングモデルとしては70馬力に、チューンされた 700RS があり、新人時代のハンス・シュトックや、ジャッキーイクスがこのマシンで活躍した。 当時の日本へも輸入元のバルコムトレーディングカンパニーによって輸入された。当時の日本車の設計にも影響を与えており、例えば1961年発売の日のコンテッサ900のフロント部分のデザインは700の、それと告示していた。ありがとうございます。